では皆さん、こんにちは。MSD 代表の増田です。まあ、本日は、FC 淡路島に、今シーズンから、活躍の場を移した佐藤選手に、ちょっとこうインタビューをしながら、で今後のちょっとこう佐藤選手の、活躍、まあ、展開、であと、まあ、ちょっとこう思いとか、そういったことを聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃ佐藤選手、ちょっと簡単に自己紹介をよろしくお願いします。佐藤翔馬です。去年はアルビレックスの新潟のシンガポールでプレーをしていて、今年から FC 淡路島という兵庫県にある関西2部リーグのチームに移籍をしました。まあ、今年の試合でまず活躍することと、あと、まあ、そのサッカー選手以外のところでもたくさんの方に注目していただけたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあね、佐藤選手とは、去年ね、いろいろ、シンガポール、そのアルビレックスの時にお話しさせてもらったりとか、あと地元の山形に関してなんかいろいろね、シンポジウムをしたりとか、いろんな取り組みしてきたんですけど、結構あれから半年ぐらいも経ってますよね。だいぶいろいろありました。そうですね。はい。まあ、いろんな。はしながらなんですけど、はい、結構時間が空きました。でね、そのあたりもこう今日少しお話し聞きながらできたらいいなと思ってるので、まあちょっとこうリラックスしながらお話ししてもらったらと思います。お願いします。はい、じゃあちょっと佐藤さん、今いろんなねところでもこうサッカーされてきてたと思うんですけど、佐藤さんのサッカー選手のキャリア、これをちょっとこう教えてもらえたらなと思います。はい。まあ、僕は山形県の米沢市というところで生まれて、で高校まで山形の高校というかチームで育って、で米沢中央高校というところから、まあ、高校生の時にドイツに留学したり、結構海外志向が高くて、で高卒でザスパクサツのチャレンジャーズというチームに入って、でその後にオランダに行って、でそこから次のシーズンが SC 相模原の PFC っていうところに入らせていただいて、でそこから今度アルビレックスのシンガポールに行って、今の FC 淡路島っていうチームに入団したんですけど、まあ本当は今年もヨーロッパにチャレンジしたいなっていうふうに思ってたんですけど、コロナの影響などもあって、なかなか海外へのトライアウトっていうかチャレンジが難しくて、まあ、今年はしっかり日本で活躍して、またもちろん上のリーグだったり上のカテゴリーで活躍できるように改めて頑張りたいなというふうに思ってます。まあ、私もね、ちょっとタイにいたりとかするんですけど、結構海外に出る選手とかも多いじゃないですか、最近では。なんか海外でのはサッい。カーと日本のでずっとこういた時のサッカーで結構違っていったりするんですか？まあ、ヨーロッパも行かれてると思うんですけど。はい、まず去年1年シンガポールでやらさせていただいて、初めてそれが海外での契約だったんですけど、まあ、そこは、まあ、シンガポールはアジアなんですけど、やっぱりブラジルの選手がいたりとか、そのいろんな国からの選手がいるので、やっぱりその、まあ、国によってじゃないですけど、プレースタイルが違ったりとか、取り組み方が違ったりとかっていうところもありますし、やっぱりその外国の選手は外国人として来てるので、その試合にかける思いというか、練習でちょっとパフォーマンスが悪くても、本当に決めてほしいところで決めてくれたりとか、そういう本当の結果にこだわるところじゃないですけど、勝負強さっていうところは、やっぱり日本人よりも魅力があるところなのかなっていうふうには思ってます。結構やっぱその日本でね、まあ、今回はプレーしますけど、そういうなんかこう日本では見えない部分とか感じてない部分っていうのを佐藤選手がこう何て言うんですかね、伝えるっていうのは結構大きい役割ですね、かなり。そうですね。まあ、やっぱりそれぞれ他の選手にもいろんな経験があったり経歴があったり良さがあったりすると思うんですけど、
まずはあのチームのためにあの勝利のために戦うということを前提にその自分の今までの経験だったりあの自分の良さっていうのをあの他の選手だったりチームのためにどんどん発揮していければなっていうふうに思ってます。なんかあのサッカーを結構こう何て言うんですかね、まあ、今までずっとやってきて佐藤選手にとってのサッカーってどういうものなんですか？まあ、そうですね、やっぱりちっちゃい頃からそうですけど、やっぱり夢の舞台というか世界で戦うっていうことだったり日本代表で活躍するっていうことは自分の一つの目標でもありますし、やっぱりそのサッカーをするか友達と遊ぶかじゃないですけど、その簡単なあの選択肢になった時にやっぱりそのサッカーというのを常に選んできたので、こう何かを犠牲にしてではないですけど、そんぐらいしてでも掴みたいものっていう感じですし、あとはやっぱり自分がお世話になった人たちに一番その感謝を伝えられる場所というか自分が輝ける舞台なのかなっていうふうに思ってます。あの結構あのいろんなサッカー選手とかにインタビューするときに結構こうなんていうんですかね、入れてる質問とかあるんですけど、はい、友達とかに僕もサッカー選手憧れてたんですよ。まあ、怪我でき、あの、ちょっとこう、ね、怪我がきっかけでっていうわけじゃないんですけど、なかなかこうサッカー選手になれるのも一握りだと思うんですけど、子供とかに、やっぱり憧れのサッカー選手になりたいっていう子供たちに何かアドバイスって何かありますか？まあ、僕もその子供たちと変わらないと思っていて、まだ夢を追いかけてる立場ですし、ただ年齢が違って、カテゴリーが違うっていうだけで、目指しているところは一緒なので、何かあの伝えれるものがあの多くあるわけではないんですけど、ただやっぱりその僕も未だにその初心に戻るわけじゃないですけど、サッカーが好きで目の前の試合に勝ちたくてチームメートと喜びたくてっていう気持ちをこう何回も思い出したりとか、そこに行き着くので、辛い時こそやっぱりサッカーを楽しむとか、そういう当たり前のことをこう噛み締めてやるっていうのが成長にもつながるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんかこうそういうね機会とかまた今後一緒に作っていけたらと思うんで、あの子供たちに対してこうなんかねお話しするとか、なんかそういうのもまた、ね、そうですね、なんかやっていきたいなって。やっぱなかなか海外の話って聞けないじゃないですか。そうです ね、やっぱりコロナもあって、まあ、なかなか難しいところもこれからもあると思うんですけど、やっぱり自分が日本に来たので日本でしかやれないことだったり日本にいるからこそやれることっていうのがあると思うので、どんどんあの積極的にいろんな活動をしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、でそんな中こういろんな海外で経験した中、今回 FC 淡路島いろんな、ね、お話聞いてたらあのチーム受けてるじゃないですか、あのお話をしたりとか、そんな中で FC 淡路島にこう選んだ理由って何なんですか？まあ、正直そのこのチームに来る前もヨーロッパに1回あの行って実際にプレーをしているんですけど、やっぱりその、まあ、正直もう帰ってきた頃にはなかなか帰国した頃にはなかなかその日本のチームの編成が決まっていたりなかなか難しい現状が続いていたので、まあ、もちろん選べるような立場ではなかったですし、その中でその淡路島さんが、まあ、僕がちょっと連絡をさせていただいた時に、まあ、一番はその返しというか本当にサッカーに対する思いだったり僕への対応がすごく丁寧で、そのやっぱり、まあ、サッカーで成長したいっていうところはもちろんあるんですけど、人と人との関わりプラスサッカーだと思っているので、そういう人との関係っていうところですごく惹かれるチームだなというふうに感じて選ばせていただきました。実際こう淡路島に、まあ、移住というかもう拠点をね移して、今淡路島のこう初めて来たんでしたっけ？はいどうですか、住んでみて実際の雰囲気とかで、実際にはねあのいろんな人とかも接すると思うんですけど。そうですね、まずあの関西自体が修学旅行以来なのでしょっぱなあの関西弁に違和感を耳がちょっと持ってるけど
まあ、もちろん今までチームメイトに関西弁の人がいたりはしたんですけど、そのどこの会話もみんな関西弁だったり、あの会話に行くにしても関西弁だったりするので、まあ、そこはちょっと慣れていきたいなっていうところと、あと急に淡路島なので、まあ、なかなかその情報量とかも少ない中で、でもまあ逆に言えばこれからの可能性がたくさんあるというか、サッカーもサッカー以外のところも自分でこれから切り開いていけるところがたくさんあるなっていうところと、サッカーにすごく集中できる環境は整っているので自分次第だなっていうところは感じてます。なんかこうね、やっぱこう、去年から、まあ、佐藤選手とは、まあ、サッカーを通して、まあ、地域の人に何かできたらっていう話をね、こうしてたんですけど、佐藤選手が淡路島のために何かできることとか、まあ、今後ちょっとこうやっていきたいことっていうのは何かありますか？そうですね、やっぱり、まあ、淡路島のことをまだ僕自身もなかなか知り尽くせてないというか、まだ分からないことばかりなんですけど、まあ、まずはそのチームの FC 淡路島というチームで活躍して結果を出すっていうところと、あとやっぱりさっき増田さんも言ってたんですけど、地域にこう貢献できるような選手でありたいなっていうふうに思ってるので、地元の山形も含めてこう地域のために貢献できる活動と、そういう選手になりたいなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。なんかね、やっぱそういった取り組みとか、まあ、今回来たことでできることもあると思うので、そういったものをね、ちょっとまた佐藤選手と一緒に企画とか、まあ、なんか取り組みたいなと思ってるので、またちょっといろいろアイデアをね、一緒に共有しながら、ね、はい、はい、じゃあ今後の展望とか、ちょっとこう最後に一言いただきたいなと思うんですけど、佐藤選手として今後の展望って何かありますか？そうですね、まずは選手として上のカテゴリーだったり活躍すること、チームのために全力で戦うことっていうのは前提にあるので、まずはその個人としては選手としてどんどん成長していくことが一番なんですけど、やっぱりサッカー以外のところで、まあ、僕を応援してもらうことだったり、そのチームを知ってもらうこと、地元の良さを知ってもらうっていうところも発信できていけたらなというふうに思っているので、まあ、何かそのつながるきっかけを作れる選手になれたらなというふうに思っているので、まあ、これからこう面白い企画だったりをたくさん提示できればなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、本当にね、チームだけじゃなくて、こう個人としてもできることとか、で逆にチームと一緒にできることとか、まあ、本当に地域の方とかできることとか、いろいろちょっとこうね、模索しながら、こうなんていうんですかね、逆に今までと違う取り組みとかもね、やっていきたいと思うので、ぜひね、まあ、佐藤選手といろいろやっていくっていうのを、プラス、佐藤選手自身のね、ご協力、支援っていうのも、今後必要としている部分もあるので、まあ、皆さん、こう、見てる方とか、協力を、こう、いろいろお願いできたらと思うので、最後に、こう、佐藤選手、まあ、個人のスポンサーとかも今後ね、ちょっとこう、なんていうんですかね、こう、依頼していくとかっていうのをお話も聞いてるんで、なんかこう皆さんに一言最後いただけたらと思います。はい、まずはその自分がサッカーをしていく中でたくさんの方に応援していただけるということが当たり前じゃないと思いますし、その中でこう何か皆さんに与えられるものだったり、選手以外で与えられるものを自分なりにどんどん発信していきたいなっていうふうに思ってます。そして、まあ、皆さんその協力してくださる皆さん同士がつながったりとか、もっといろんな可能性を広げられたりっていう、そこのきっかけに自分自身がなれたらなというふうに思ってるので、少しでも多くの方に協力していただけるようによろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあまたね、佐藤選手支援もらえるようなちょっとこうページとか含めてちょっとこちらも頑張って作りますので、はい、皆さんまた佐藤選手のご協力をよろしくお願いいたします。お願いします。
はい、ではちょっと皆さん、手を振って終わりましょうか、一応。はい。佐藤選手、ありがとうございました。はい、失礼します。